着いたね。はい、やっと着いた。はい、疲れました。疲れました。はい、1時間半ぐらいかかったかな。寒い。とにかく寒い。山頂むちゃくちゃ寒いよ。疲れたからちょっとおにぎり食べようか。はい、はい、じゃあ開けます。はい、寒い。手がかじかんで開かねえ。開いた。いやー、美味しそうだな。はい、じゃじゃーん。じゃじゃーん。おにぎりしか入ってません。おにぎりですよ。じゃあ、かおりちゃんからどうぞ。はい、これ食べて。あ、いいよ。え、どれがどれか分かんなくなっちゃった。うん、なんでもいいよ。で、この中にコーンスープ入れてあるから、飲んでちょ。あ、うまそう。食いてー。はい、マヨです。はい、いただきます。いただきます。冷たい。冷たいとか言うな。うん、おいしい。うまそう。もいちゃんも食べてるよ。半分ぐらい食べたら食べる。あの、一つ言っていいですか。ここでは食べれない。なんで。寒すぎる。いいよ、食べて。ケツ冷てぇな。おにぎり冷たいとか言うな。おにぎりを美味しいかどうかをさやどしょのに。冷たい。コンセプトどう？薄くない？濃い？薄くない。暖かさはどう？暑い。お前、暑いか冷たいかどっちなんだよ。ちょっとコーンスープいただきます。熱いやろ。熱いけど美味しい。じゃあ俺も食べていいかな。なんだろう、何が入ってるかな。何が出るかな。トゥトゥトゥテンテンテテテテン。ごめん、あかんかった。あ、鮭かな、これ。鮭かも。鮭かな。いただきます。ね、でも冷たいでしょ。あ、冷たいとか言うの。いや、冷たいけど美味しいよ。あ、うまいね。ひたすらうまい。あの、米一粒一粒のミネラルが体になんか染み込む感じがする。おい。いいね、このサーモスの水筒。遭難する。早く食べて下山しないとかね。じゃあ登ってる時は暑かったけど、山頂についてみるとすごい寒い。こんな感じかな。
何が出るかな。ててもう出とるし。フライング。ゆかり。ゆかり、うまそう。ゆかり確か1個しかなかったんだよな。もう1個あるの？もう1個あった？うん。1個あったよ、確か。ほんと？うん。どれか。多分それだ。多分これ？うん。何が出るかな？何が出るかな？最後まで言えよ。おいしい。なんだろう、わ、あ、やったやったやった、ゆかりだ。やった。幸運だよ。そうでもない。なんで1個しかなかったら、3分1やったら幸運だろ。やった、ゆかり。いただきます。あー冷たいけど美味しいよ。うん、うん、でも冷たい。おいドライなやつだな。カッパ切る？ん？カッパ切る？うん、上に。した方がいいかな。うん、いいよ。多少違う、うん、風が吹いとるじゃない、うん、最後の1個、4つ目なんかそれも鮭だったような気がする。鮭3つもあった、うん、あ最後なんだろう、鮭かな、うん、多分。いただきます。あ、違った。うん、なんだっけ、エビマヨ。エビマヨ、おあ、でも1時間登ってきたからさ、うん、やっぱおにぎりが美味しいよ、うん、そうね。みんな見とるんやぞ。いや、みんな見てない。はい、じゃあとりあえずごちそうさまでした。美味しかった。美味しかったね。あと竜だけ。はい。頑張ったけど安全に雪が止まないので。はい、じゃあおにぎりも食べたところでちょっとゆっくり下山したいと思います。本当はここ晴れてるともっといい景色が見れるんですけど、今日は残念。また晴れた時にリベンジ来ます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。